どうもーっちでーす。はい、今日はですね、こちらメリークリスマスということで、またプレミアムボックスの確率アップが始まりました。今回はですね、こちらホリデーベイマックス、ホリデーマリー、ホリデードナルドということで、ホリデーベイマックスがボイス付き期間限定、ホリデーマリーが曲付き期間限定、ホリデードナルドがボイス付き期間限定ということで、全部期間限定ですね。これね、期間限定はね、なかなかなんだよね。まあ、出ない。はい、多分出ない。出づらいと思う。はい、で今回はですね、この確率アップ、12月4日月曜日10時59分までが、多分これ前半なのかな、後半でまた来ると思うんですけど、はい、前半はこれで終わりみたいですね。はい、というわけでですね、今回30万コイン貯めたので合計10回引いていきたいと思います。まあ、多分ね、今までの傾向だと最近全然出ないので、まあ、全部出るのは難しいのかなとは思うんですけど、まあ、なるべくですね、3体狙って引いていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ねえ、最近ほんとね、不調だからね、全然出ないんだよ。どうだ、来てくれ。一発目から当たないか。お、白雪姫いい感じだね。もうスキル5の 68% までいってる。さあ、どんどんいきましょう。次はどうだ。さあ、来てくれ。頼む頼む。よしよしよし、1回目来ました。メリークリスマス。ホリデードナルド。はい、まあ、ちなみにこれ知ってました？プレミアムボックスのところに確率アップって出てるんですよ。これ多分最近デザイン変わったと思うんですよね。前はなかったので、まあちょっとした仕様変更だと思うんですけど、はい、次行きましょう。今1体出てますね。今回調子いいかも。結構早い。さあ行こう。どうだ。おお、バラララ、おバラララララ。やば、2連続で出た。どういうこと、あとマリーちゃんだけじゃん。え、こんな今回何、出やすいの、すごいよ。さあ、じゃあ行きましょう。3体目来てくれ。連続、おー、連続はないか。マックイーン、またまた今回もマックイーンが出てきたということで、もうスキル5の 76% ですね。はい、次行きましょう。結構マックイーン本当最近すごく出るから、ガンガン育ってくれる。大概ね、2体ぐらいはね、出てくれるんですよ。問題は1体なんですよ。ここからが結構しびれるパターンが多い。でね、なんか主要どころがあってサブキャラが出ないみたいなのね、ここ最近続いてるので。ダマム来てくれ。来い。お、ちょっとラグいか。大丈夫か。はい、ホリデードナルド、かぶりました。あ、そうだ。ちょっとこの間のあの検証やってみよう。この新ツモをセットしてやると、前回は出たんですよ。これがですね、何回かやってみて実際効果があるのかどうかですね、今回もちょっとついでなんで検証してみたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。これでね、出てくれたら最高だからね。さあ、じゃあ行きましょう。どうだ、来い来い来い。来ないか。ジェシー、もうジェシーもいつの間にスキル5だったんだ。 16% ですね。はい、どんどん行きましょう。残り3回ですね。早い。ほんと早いんだよ。ほんと早い。一瞬で終わるからね。さあ、どうだ、来てくれ。うわ、めっちゃドナルド出てくるな。ドナルドすごい出るね。てか必要粒数20も必要なんだ。結構貯めるのに時間かかりそうだね。はい、次行きます。あと2回、2回で来るのか。マリーちゃん頼む、来い。うわ、なにこれ、すごいんだけど、ドナルドの確率が。あ、必要粒数が減った、19になった。いやいやいや、そんな偏らなくていいよね。マリーちゃんが来てほしいんだけど。はい、ラスト1回ですね。行きましょう、ラスト1回です。またこれリベンジか。さあ、行きますよ、ラスト1回。どうだ、来てくれー。ポン、来い。わったよ、これどういうこと。めっちゃドナルド出てくる。まあまあまあ、ある意味新ツモはすごいよく出ましたけど、ドナルド多いな。マリーちゃん出なかった。あ、そっか、今回これまたあれか、レベルチケットあるんだ。
今10回なので最初のところがクリアになりました。はい、というわけでですね、今回ホリデーマリーが出なかった。いや出ない。ドナルドはねすごいよく出てくれたんだけど、あとベイマックスか、これも出ましたね。はい、まああとホリデーマリーだけリベンジ近々できたらやりたいと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あとちーチャンネルでは Facebook、Instagram もやってますのでフォローの方お願いします。じゃあ今日はここまで。ちーでした。いや最近1回目で揃うことないね。ダメだな、不調だな。